お布施を十分知ってるつもりだったんですが、ごくごく一部のお布施だったんですね。電話がかかってきまして、今日この地域に来るんだったら私たちのお宮を お参りしてきてほしいって言われたんですね。でそのお宮がどこにあるか知らなかったので、それを調べて行って、そして初めてその地域の人と深く話をした時に、知らなかったお布施っていうのがどんどんこう見えてくるっていうか、知らなかった方がどんどん知り合いになっていくっていう、この面白さというか楽しさというか。私は上光寺という寺の副住職をしております。またこの寺の、活動の中で、今ではですね、スラックラインという新しいスポーツを講師ともに行っております。小学生低学年から、高校生までこう集うようになりまして、やはり昔あったこう地域の異年齢交流、本来あるべき必要なこの人との関係というものが、復活しつつあるんじゃないかなと思ってます。桜井寛成堂という栗なし屋の社長をしております。200年ちょっとある歴史のある会社なんですが、そちらの9代目を務めさせてもらっています。それから行政と民間で手を合わせて街づくりをしていく組織、オブセイノベーションハブの代表理事をしております。もっとこうオブセ町とこう触れ合ってもらう町にしたいという願いもありまして、オブセ町に来て心と体両方健康になってもらおう、温泉はありますし、スポーツ施設も結構充実してます。それからやはり健康というと食の部分で、この食の部分はやはり私たちのような、食品関係からレストランになってますんで、そういうところでこう担っていきたい。小布施町はやっぱり小さい町なんですね。ですから例えばうち1店よりも小布施町全体として、栗菓子屋がある、酒屋がある、蕎麦屋さんがある小布施町ランドみたいな形にして、その中の一つとしてうちがある。小布施町は将来こうあるべきっていう、やっぱりこうイメージというか理想があって、その中で完成度として、どの部分をどうになっていくかっていうのはやっぱり常に意識するようにしています。
まず、私のしている仕事を一つ挙げるんであれば、デザイナーですね。あと、ウィンターシーズンでやってる仕事。スノーボード遊具制作っていうものです。スキー場に、手すり、要はレールって言われるものを設置したり、ウィンターシーズンを通して集まってくる人たちを、より遊べる環境を作るためにコースレイアウトを考えたりとかいう、さらに、ボルダリングの、違うところにまた作るっていう計画。まあちょっとこう、遊びの延長上みたいな仕事をやらさせてもらってます。中学1年生の時に友達から一冊の雑誌をもらったんですよ。スケートボード雑誌。で、そこの中に、ランページっていうか、U の字したね、形の、行ったり来たりする遊具が載ってて、何なんだと。こんなん、見たことないぞ、日本で、みたいな。で、ちょっと作ってみよう、見よう、見よう。どうやって作っていいのかわからずに、とりあえず形にしてみた。で、形にしてみてやってるうちに、なんとなく自分で自信がついて、あ、この R の形は、これ完璧だとか、この長さは必要だとか、高さはこれ以上行くと危ないなとか、スケボーをやりたいのために、長野から、まあ、長野とか新潟から、お店に引っ越してきてくれてる人とか、います。で、毎日練習に来てくれたりして、まあ、今年、というか4年後のオリンピックに向けてとか、いろいろ自分たちの目標を立てながら頑張っているプレイヤーをいっぱいいます、ね、でそのオリンピックを目指していると言われているのがスーパーキッズ、もう実際スポンサードされている子供、こういう人がこの小布施町にも、まあ続々ではないんですが、ちらほら出始めている。リンゴと桃の栽培をしています。新規就農組グループが何人かいるんですけど、そういう人たちと一緒に桃を売ったりとか、しています。この辺にはそのスノーボードとかスケートとかやってる人間多いんですけど、そういう人たちと一緒にまあイベントやったりとかですね、雪山でも、イベントやったりしてます。元々のリゾートホテルで、サービスマンやってまして、20代がいろんなものを探していろんなものを知るっていう経験に費やしたのも多かったんですけど、じゃあ次の30代は、まあ、もちろん自分がやりたいことなんですけど、自分がやりたいことの中で人のために役に立つこと、こう何かを生み出すっていう仕事がしたくて、であとはその大体30前ぐらいでみんなその山を降りてって、で、町の仕事に帰ってくるみたいなのがあった。で、じゃあもうスノーボードとかもやらない、スキーもやらないよっていう生活になるのがお決まりなんですけど、なんか自分はそこで、ちょっとそこを、また、じゃあ東京に戻って仕事をするっていう発想がなくて、だったら地域に根付いて、まあ、ちょうど農業やりたいなって思ってた時期でもあるので、しかも農環境は雪山に上がれるみたいな。初めてその役場に行った時に農業委員会
を植えてやってて、でその農業員さんが下に降りてきた足でその人の畑に連れてってもらって、ちょうど桜もの時期だったんで、食べさせてもらって、その時もすごい感動して、知らぬ間に果樹農家になってました。収納がですね、ちょうど10年前から、まあ、家業が、実家が、まあ、農家っていうことがあって、10年前からやってます。まあ、大学から東京に行かせてもらって、まず、アパレル業界、その後ですね、広告代理店に移って、物をどうやって売るか。っていうプロモーションですね。そちらに興味があって、その仕事を営業としてやってきまして、で、まあ年齢重ねていくうちに、まあ、それがイコール農家になるきっかけじゃないんですけど、あるものを売る方から、ものを作るっていう方に、まあ意識が変わったというか、都会から戻ってきて、まず驚いたのが、このネオンの少なさというか、太陽が昇って太陽が沈むまでがこっちの仕事で、都会と田舎のこの時間の流れの差は、3年間ぐらいは戸惑った感じですかね。年齢もあるのかもしれないんですが、まあこのぐらいになってくると、この田舎の時間の流れの方が、まあ自分らしいって言ったら変なんですけど、外からのこう理不尽な出来事はないので、まあ割と自分のペースでものは考えられるかなっていう。僕は、普段は小布施町役場、行政の役場の中で働いています。町内外のいろんな企業さんだったりとか、あとは大学だったりとか、まあ、町にいる町民の方々だったりとか、そういう人たちと一緒になって連携しながら、行政の中だけではできないようなことっていうものを、外の力を借りながら実現していくための、まあ、いろんなこう枠組み作りをしています。今はですね、いろんな地方創生の戦略を作るタイミングだったりとか、まあ、そういうタイミングを利用して町の若い事業者の方だったり、若い行政の方だったりとか、そういう方々にこう、まあ、関わっていただきながら、一緒になってこう若い人たちのこうチームを作って、これからの時代の小布施町をどうしていくのかというような話し合いを、まあ、ようやく始めたタイミングです。小布施町と接点を持ったのは7年ちょっと前ぐらいに、まだ自分が学生だった時代に、たまたま小布施町で開催された、まあ、あるプログラムに参加したことがきっかけで、まあ、町と接点を持ってですね、そこから面白い町だなというふうに思って、結構何度も帰っているうちに、まあ、いつの間にかというか、やっぱり小布施にいる人たちの魅力にすごくこう、まあ、引きつけられてですね、まあ、それで4年前に移ってきたというところですね。はい。一番自分自身が危機感を持ってやっているのは、やっぱりこれから10年20年の小布施町をどういうふうな方向性の中で、まあ、なんていうのかな、町づくりを進めていくのかということを、まあ、考えることがすごく重要だなというふうに思ってます。江戸時代末期の小布施っていうのが私たちの見本だと思ってます。町のリーダーの皆さんがもうかなり意識的にこの地域のその経済発展をどんどん進めると同時に、自らの家をサロン化して江戸や京都から文人墨客をたくさん招いて
で、それをこう村の人たちが普遍していくというような運動をしたということですね。城下町とかですね、そういうはっきりとした宿場町のように古くからの建物がしっかり残っている、あるいは重要な建築物が残っているというような町ではないんですね。空間をある程度こう自由に作っていった、自分たちで作っていったということですね。北斎館というのは畑の真ん中にあったわけですね。まずは地域や北斎館エリアをきれいにすることが重要だなということで、そこから始めたんですね。10年前に戻ってきて、やっぱりこうスラックラインにしろ何にしろいろんなところでこう仕掛けてる人間というか、アイディアだけでもこういうことやろうこういうことやろうっていうのは頻繁に出てくる街かなっていう気はしていて、それが今形になってるものはもちろんいいですし、今後もそういうこういろんな仕掛けというか自分たちも楽しんで生活していこうっていう、スラックラインを始めて今3年半経ちます。過去に今まで3年間、このスラックラインの、全国大会を小布施で開催をしてきました。そしてまた今年は、世界大会で優勝をするという、選手も誕生し、いよいよ、来年はですね、この地で世界大会ワールドカップの日本大会を開催したいなというふうに思ってます。普通だったらば多分僕こういうことしたいんだよって言ったら、それはちょっとこういうリスクもあったり、こういうことをこういう危険性もあるからやめた方がいいんじゃないのっていう風な人たちが多分多いような事柄に関しても、基本的にはまずやってみたらっていう応援をしてくれる人がすごく多いなというのはいつも感じてますね。で、特にそれが面白そうだぞどうやらっていうことになると、すぐいろんな人たちが集まってきてですね、こう一緒にどん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 応援してそれをこう育てようとしてくれるっていうところも、なんか小布施町らしいな。農業とウィンタースポーツっていうところをマッチングしようかなって考えるっていうのは、農業っていうのは基本春から秋までウェイトで、で、スキー場っていうのは冬から春まで行かない。ってことは、ここのトータルを全部プロデュースできたら、農業の人たちがウィンターシーズンも活躍できる。ウィンターシーズンで活躍できてる人たちも農業で活躍できてる。またちょっと新しい取り組みで。何かこう自分でこう、ムーブメントを起こすみたいなものの楽しみってね、結構みんな分かってるんですね。ですから、この場面では自分がリーダーになって盛り上げよう、でこっちの方ではあいつが立ち上げたものに協力しよう、だからムーブメントの主役が結構たくさん小布施町にいるんですよ。ですから楽しいんですよね。やっぱりやってて楽しい。お祭りの裏方って楽しいんですよ。もう基本的には町の人が非常にこう楽しくてオープンで、よその人をお迎えする姿勢っていうか、それ自体がこのよそから人を見ていただけること自体が大瀬町を良くするんだっていうことをよくご存知の方が多いという。ですから田舎なんですけど、決して平常的ではなくて、むしろオープンにオープンに前へ前へという、楽しいですよね。違う文化を持たれた方と交流するのは。